大勢の仕事っていうのはやっぱりその衣装でこうシュッと線を描いて CG でやるのと違って、やっぱり一本の線が実際の柱と梁になって断面になって、で地震が来た時本当に壊れるっていうことのそうですね。ことを保証するという、もう命ある意味命がけの仕事じゃないですか。そこはだからね、本当に何だろう、芸術とっていう話で簡単に言うけども、やっぱり芸術者の持っているまあミッションの大きさっていうのね、特に日本は台風とか地震があるわけだから、それをやっぱりそういうことを踏まえながらでもこう寄り添っていくっていうのはやっぱりすごいと思うんですよね。で、その逆にだからすごいからそんな仕事やりたくないんじゃなくて、だからだけどその中にすごい面白さが実はあるっていう。